こんにちは、デリッシュキッチンです。ティラミス風フレンチトーストを作ります。フランスパン2分の1本は3センチ幅に切りましょう。バットに卵1個を割り入れてよく混ぜ、牛乳 150cc、 インスタントコーヒー小さじ2、砂糖大さじ3を加えて混ぜましょう。フランスパンを入れ15分ほど浸します。裏に返してさらに15分ほどつけましょう。フライパンにバター 20g を入れて熱し、溶けたらパンを入れ、表面焼き色がつくまで中火で焼きます。別のボウルに生クリーム 50cc、 砂糖大さじ1を入れ、ピンと角が立つまで泡立てます。生クリームは直前まで冷蔵庫に入れておいてください。ホイップクリームをのせ、純ココアを振ったら完成です。ぜひお試しください。